皆さんどうも、橋本でございます。今日はベートーベン交響曲第7番第4楽章のデモ演奏をお送りします。前回で第7番の解説動画すべて終わったんですけれども、最後に第4楽章のデモ演奏も合わせてお送りいたします。今回も使用している BGM は著作権フリーのものを使用しています。この音源では121小節目の1番括弧がありませんので、そのまま2番括弧に飛んでいます。13小節目からの8小節が5弦の音域が出てきますので、1回目は5弦で、2回目は4弦で演奏した場合を引き分けています。今回も特に金管楽器はかなり機械的な音に聞こえてしまいますので、その点はご理解いただけたらと思います。それでは第4楽章のデモ演奏をご覧ください。どうぞ。Thank you.